また今月も国民健康保険税を納めないといけないな。もちろん国民健康保険税は国民健康保険に加入していれば必ず納める義務があるんだよ。病院に行ってなくても払わないといけないの？今は病院に行く機会がなくても、今後いつ病気になってお医者さんに行くことになるかわからないよ。もし病気になって病院に行っても3割負担の医療費だけで済むんだからね。収入がない場合や去年より所得が減って保険税が払えない場合はどうしたらいいの？納期内に納めることができないときは必ず納税相談に行かないといけないよ。納税相談に行ったらどうなるの？相談することで今後納付方法について一緒に納付計画を立ててもらうことや、分割納付や納付猶予が認められる場合があるんだよ。国民健康保険税は前年の所得や加入者の人数などで計算されるけど、仕事を辞めたり収入が下がったりとか現在の生活状況について相談することが大切だね。もし納税相談に行かないで放っておいたらどうなるの？保険税を納めないで放置していたらどうなるのか、次のフローチャートで詳しく説明しよう。まず納期限までに納付されない方に対して、納期限後20日以内に督促状が送付されます。督促状が送付されると督促手数料80円が加算されます。督促状を送付しても未納の方に対して催告書を送付します。納期限までに納められた方との公平性を保つため延滞金が加算されます。有効期限の短い保険証に切り替わります。これにより頻繁に更新手続きが必要になります。保険証を返還していただき、代わりに資格証明書を交付します。医療機関にかかるときには一旦全額自己負担となり、後日申請により自己負担分を除いた額を払い戻します。国保の給付が全部または一部差し止めになります。それでもなお保険税を納めないでいると、国保の給付の全部または一部が滞納している保険税に充てられます。この流れの中にあっても支払うことができるのに納めない場合は、税の公平性のためにも財産を差し押さえられるんだよ。国民健康保険税を納付しなかったら差し押さえされるの？そうだよ。ちゃんと地方税法という法律で納付しないままでいると差し押さえしなければならないと明記されているんだよ。財産の差し押さえってどんなものが差し押さえられるの？銀行預金、給与債権、年金、不動産、動産、車、生命保険など感化価値があるものは差し押さえされるんだよ。その通り。国民健康保険税などの税を滞納すると急に自宅を捜索されることもあるんだよ。テレビでも見たことあるよ。差し押さえした財産はどうするの？購買して得た収入を滞納している税金に充てるんだよ。そうか、税金だからね。きちんと納めないといけないな。納付することができるのに支払ってない人には税の公平性確保のためにも差し押さえされるのは当然だよね。もし納めることができないときは、ちゃんと相談に行って今の生活状況を説明して納付計画を立てないとダメなんだね。もし納期内に納めることができない場合は必ず納税相談に行きましょう。